ひげおイじさんの魅力を語る回はいつですか <laughs> ちょっとひろゆきさん聞いておきますね <laughs>。ひげおめじさんいい人ですけどね。うん。てか、逆に言うと、僕みたいな人間の発言とかも、まあなんか優しく受け止めてくれるし、まあ何よりも、ひろゆきさんという非常に癖が強いキャラクターと、ずーっと長い間、散々ななんか死んだ魚の目をしているう々ぬかんぬんみたいに言われても、仲良く付き合ってるところを見ると、まあひろゆきさんは個性的な人。で、 ひげおじさんはもう単にとてもいい人っていうイメージしか僕にはないですね。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックは無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。